私の人生 Enjoy 私の人生 いやでも福村さんは忘れなかったんですよ。それはやっぱり練習の違いだと思います。ちょっとおんちゃんが隣にいて新メンバーだからいじめたくなって、なんか北が言葉に
をつけましょう。200円。安い。これ1個500円ですよ。500円。30円くらい、ね、こうやってやりますよね。あー、なんとなくわかる。そうやって食べるんでしょ。そう、皮で洗って。あー、やだ。まーちゃんはそのそれでトマトを刺してガブって食べるんでしょ。フォーク扱いね。これフォークでしょ、まーちゃん。それやめて、傷つける。やめてよ。もうね、あゆみに傷つけない。見てこれ、取れない。見て、まーちゃん手伝って。見て、まーちゃん見てって。わかった、見たよ。びっくり見た。おお、でっかい。絡まった。レフコロさん来ていって、で、レフコロさん来ていって、ゴン。まだそんなに、そう、うん、そう、話せてないから、そう、ラジオとか。ぴょこぴょこ。おー、はい、2人ずつでの担当でしたが、10期同士でお話をしてみて。バイバーイ。でも、私が一番まとめなきゃいけないよね、年齢的に。オレンジになりました。よろしくお願いします。いや、ちょ、あとね、申し訳ない。足が長すぎて。めっちゃ長い。石田あゆみちゃん来てなかったら大変なことになってたな。はい、いや、よかった。ちゃんと一番ちゃんと。でも、はいはいはい。はい、でも、まあ、ちゃん、ちょっとおバカちゃんなんですよ。うそ、バカに欲しい。めちゃめちゃしっかりしてるよ。今日はしっかりしてるよ。今は。まーちゃんに言われたくないよね。そうなんですよ。ここではしっかりしてるんですけど、だけど、ちょっとおバカ
ちゃんなんですよ。どういう風に？なんかさっきもおはようございますってさっきスタッフさんって言った時、あいざぴしですってなったんですよ。なんで？あゆみがおはようございますって普通言わなきゃいけないとこ、あいざぴしですってなって、今朝から佐藤さんが石田さんのことをあゆみアンポータンだねってずっと言ってるんです。アンポータンなところある、二十歳になりそうなんですよ、そろそろなります。なりそう、なるの、なるの、1月になるの。でさっき朝私たち空港でアイス買いに階段ドーンって走ったんですよ。朝からアイス食べたんですけど、空港でアイス買いに走ったんですけど、まーちゃんと野中ちゃんは結構頑張って走ったんですよ。階段とかね、2人は17歳で結構元気だったんです。あゆみんだけはもう階段はね朝だったし、まだ19だからあゆみんだって。朝だっただけです。言うて2歳しか変わんない。そうだよね、二十歳になるのが怖いですね。だと思う人第3位、9票獲得しました。牧野マリアちゃん、マキのマリアちゃんはワンピースしか着てません。あの、ね、そんなのファッションとは言いません。厳しいね。そう、確かに理由としてもスタイルがいいからっていうところはポイントが高いみたいですね。そんなのずるいですね。でもそんなのあゆみも圧倒に負けるじゃん、そんなこと。エリポンはどうでしたか？すごく嬉しかったです。珍しいですね。てかスベリーズさんそういうキャラなんですか？モーニング娘。ワンナインは14人になります。何今度かね、ちゃんと。キャスター役になりきっていろいろと質問しますので、しっかり答えていただきたいと思います。
で、お互いちょっと来てが遅れております。すいませんね、ちょっと今後は、はい、注目で、はい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 、遅れてますとだけお伝えします。今からは以上です。ありがとうございます。モーニングスーオンライン DVD マガジンボリューム86シャーター。あ、いっぱい。こんにちは。こんにちは。間違えた、こんばんは。元気？ありがとうございます。ハロステとハロステとアフコミ帰ってきたんですね。うん、帰ってきたよ。お帰りなさい。うん、個人のインスタグラムが始まるということで、ちょっとタコ紹介して。タコ？タコ。タコ？タコ。それタコ。それタコ。それタコ。人の紹介。タコ。あゆみのインスタグラムを見てる皆さん、おはようございまーす。だけ？幸せな一年になりますように。初めて見た。このプレート初めて見た。どうしてるの？
になるのかな。23歳はね、優しく生きるって決めたいの。メンバーから言われた印象的に残っていることなんですけど、同期の石田恵美ちゃんに田中玲奈さんのパートを私が受け継いだんですけど、受け継いだのが何曲かあったんですよ、うん、その時にワーの力じゃないからねって、うん、エスカレーター降りてる時に言われたことが結構印象的で、うん、その時に受け継いだ曲が君の代わりはいやしない、君さえいれば何もいらない、君さえいれば何もいらないのあんなに怯えてたっていうのを、私がそのパートもらって、元気っていうか、テンションマックスになっちゃって、天狗にならないように、あゆみが、カツを入れてくれたの、うん。だから、言葉がなかったら、努力をしようっていう気持ちにならなかったかもしれないなっていうぐらい、ちゃんと、頑張ろうって思った瞬間でしたね。だから、すごい印象的に、胸にも響いてますし。大事な瞬間ですね。はい。あと一つ、あゆみのスネフルあるじゃないですか。はい、まあさ、スネフェルあるじゃないですか。かっこよかったんですよ。まさ、ね、最初は、いや、悔しいから絶対言わないとこうと思ったんですよ。かっこよすぎちゃって。でも、なんか、本当にリアルにかっこよくて、ポロって言っちゃったんです、あゆみに。かっこいいよ。本当だ。もうそれで言っちゃったから、もうすごい仕方ないなと思ったんですけど、仕方ない。でも本当にこの舞台はいろんな人が、すごいいろんな風に、すごいマセキが好きなとこも、ちゃんと一部一部ありますよ、みんな。ね、ちょっとはいはい、聞いてほしいことがあるの。どうぞ。本番ね、ピアノ始まる前にね、マサちょっと床で練習してたんですよ。そしたら、マーがここ通路あるんですけど、ダッシュしようとしたら、あゆみが、マーって呼んできてくれて、もうね、なんかこう、まあ、普段はこう悔しいので何普段はまあ悔しいので頑張るよみたいなことはあんま言わないんですけど、今のはよく頑張った私このサボイキャベツを、はい、モームスのメンバーに例えると誰かなそうですね、なんだろう、佐藤まさきちゃん。お、その心はね、え、迫力、そして普通と違う、なんか、サボイキャベツの普通の人にはない、普通のキャベツにはない存在感を放ってるんですよ、でうちの佐藤まさきも普通のパフォーマンスではなく、やっぱあの子にしかできないパフォーマンスみたいなのをする子なので、そういうところが結構面白いなって思いますね。あと噛めば噛むほど美味しかったですよ。あ、なるほど。
もあの子も知れば知るほど面白くなるので、まさきちゃんはね知れば知るほど沼ですからね、面白いですよね、ハマってっちゃうから、はいはいはい、確かに共通点はあるかもしれない、あるかもしれませんね、本当にまさきちゃんなのかどうかちょっと放送を見てね確かめていただきたいですね、はい、ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思います、はい、私だけが寂しい。